道内では今日、札幌で309人、石狩地方で54人など、合わせて595人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。昨日、過去最多の感染者を確認したばかりの旭川市は、今日も56人と2日連続で過去最多を更新しました。現在、まん延防止等重点措置と緊急事態措置、違いがないという状況にあります。国の専門家もさらなる検討が必要であるという指摘がありましたように、国に対して実効性ある措置、これを早急に検討していただく、このことも求めていきたい。道は先ほど開いた対策本部会議で、まん延防止等重点措置を旭川市でも適用し、札幌や小樽市など10市町村を対象地域とすることを決めました。新たな対策期間は今月20日から来月12日までです。仕方ないことかなって思います。蔓延しているので、もっとお出かけしたりとかしたいっていうのは、ストレスっていうのは少なからず感じてはいます。仕方ないですよね、こんなに増えたら。効果はありそうですかね。まだ長いから見たらないんじゃない。すぐ出ればいいけどさ。道は人の流れを半減させるため、道民に不要不急の外出自粛に加え、買い物の回数を減らすよう呼びかけるほか、企業側には出勤人数の削減を要請することにしています。